様、大変長らくお待たせをいたしました。定刻となりましたので、京都三条ラジオカフェ第4次亀岡市総合計画夢ビジョンシンボルプロジェクトにぎわい創出プロジェクトが主催いたします。あったらいいなコミュニティ FM ラジオ in 亀岡を開催いたします。司会は私高山ひろみがお送りいたします。なおこちらのシンポジウムの内容はインターネット YouTube でアップする予定です。映像に映りたくない方は後方の席にお座りくださいませ。また声については録音させていただいております。こちらにつきましても後日ラジオ放送させていただく予定です。それでは開会にあたりまして、にぎわい創出プロジェクトの高橋ひろきリーダーからご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、プロジェクトチームリーダーの高橋です。よろしくお願いいたします。ですね、我々は3年前にですね、この亀岡市の第4次総合計画シンボルプロジェクトの、3本柱のうちの1つ、にぎわい創出プロジェクトのチームとして、立ち上がったチームです。で、3年間ですね、最初は、にぎわいって何だろうというところから議論が始まりまして、その中の1つとして、観光客を呼び込むのもにぎわいだろうという話もありましたが、地域の住民の皆さんがどうやってもっともっとこう自分たちの町を活性化させて、満足度の高い町が作れるんだろうっていうような時に、情報を、ね、もっと共有していくっていうことが重要なんじゃないかというお話になってきまして、そしてその手段としてじゃあコミュニティ FM を立ち上げよう、それがにぎわいにつながるんじゃないかっていうようなお話がですね進みまして、後でまたプレゼンテーションさせていただきますが、1年半前からですね、コミュニティ FM の局を立ち上げることを目指して、まずはコミュニティの FM のコミュニティ FM の番組を作らせていただくということから始めましょうということをスタートさせていただきました。そしていよいよですね、次年度以降コミュニティ FM 局の設立準備会を作っていきたいなというふうに思っておりまして、それに先立ちまして今回ですね、他地域ですでに FM 局をされている方、そして、その地域の方々と一緒にですね、FM 局についてパネルディスカッションしていこうじゃないかというようなことで、今回のシンポジウムをさせていただくことになりました。皆さんですね、最後にですね、最後までですね、この FM 局がどんなものなのか、そして、そこにはですね、どんなハードルがあるのかということも踏まえた上で、皆さん一緒にこの亀岡市を盛り上げていくためにですね、FM 局の立ち上げにご協力いただけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは第1部 NPO コミュニティ FM 放送の事例紹介を始めさせていただきます。NPO 法人で運営しているコミュニティ FM を代表する3局に来ていただいております。NPO 法人京都コミュニティ放送、通称京都三条ラジオカフェ、 NPO 法人京丹後コミュニティ放送、通称 FM 丹後、 NPO 法人 FM 和歌山、通称バナナ FM です。そして第4次亀岡市総合計画夢ビジョンシンボルプロジェクトにぎわい創出プロジェクトに事例紹介をしていただきます。まずはじめにプレゼンテーションしていただきますのは、 NPO 法人京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェの時岡浩二放送局長です。よろしくお願いいたします。京都三条ラジオカフェの時岡です。よろしくお願いいたします。一つの、放送局がですね、15分ずつの、持ち時間ということですので、早速始めさせていただきます。我々はですね、FM79.7 京都三条ラジオカフェというコミュニティ FM 放送局で、今、ちょうど開局して10年、11年目というところの放送局です。
まずこの放送局の概要ですけども、2003年の3月に開局しております。放送エリアは京都市の中京区、下京区およびその周辺地域ですね。放送エリアの人口はおよそ100万人ということになっています。出力は 20W、出力 20W というのはこれコミュニティ放送ではですね、最大の出力になってますので、小さいようなんですけど、これ以上の出力は今のコミュニティ放送の制度では、許可されないという総務省の免許になっております。我々の放送利用料というのがですねありまして、市民が3分番組1回放送1575円、今度8% の消費税になるんで少し値段変わるんですけど、市民が利用できる放送局ということになっております。で、我々日本でですね初めて2003年で NPO 法人による放送局ということになりました。市民が主役の NPO 放送局ということを謳っております。したがって NPO 法人ですので会員がいまして、現在100人の会員で運営しているということです。これが放送エリアですね。中京区、下京区、その周辺地域ということで、大体京都市内の盆地の中ですと車ですと受信できるというような電波になっております。で、特徴としましては NPO 法人で、幅広いですね市民の方に、正会員ということで参加していただいて、ております。それから市民が自由にですね番組の放送をできるようにしようということで、これは開局の当初からのコンセプトなんですけども、現在100番組以上がレギュラー番組放送されているんですけども、3分1575円で、基本的にはですね自由にどんな方でもどんな番組でも放送することができるということになっております。でラジオカフェという、名称もそうなんですけども、実際にカフェの店舗が、ございまして、スタジオのすぐ近くにカフェがありまして、そのカフェから放送したりということもしております。NPO ということもあるんですけども、あまり企業のいわゆる放送局ですとスポンサーとかですね CM へ依存するんですけど、比較的こちらの市民が3分1500円で放送するというですね放送利用料で運営しております。で、NPO の精神としましては営利を追求する商業放送ではないということもあるかと思います。開局までの歩みをちょっとざっとですねこちらからこれから説明させていただきたいと思うんですけども、1999年の夏にですねこの左側の1928ビルという三条五湖町にあるアートコンプレックス1928ビルというビルでラジオの開局放送が持ち上がりました。で、ここのギャラリーが1階にありまして、同時代ギャラリーでどんなラジオ局をですね作ろうかということで、今ちょうど亀岡でやっているような活動になるかと思うんですけども、いろんな市民の方が集まって開局構想を練っていたということがこの辺から始まりました。で、2000年になると具体的にこのようなやっぱりシンポジウムですねなんかも開催したりとか、それから設立準備会が立ち上がったりとかいうことがありました。2001年9月、まずですね NPO 京都コミュニティ放送、これが今我々の法人名になるんですけど、もう設立がされました。ほどなくですねサポートカンパニー京都ラジオカフェ株式会社というものも設立されました。で、この当時ですね NPO でですね放送局を単独で立ち上げるというのは非常に難しい、困難なことでした。大きな理由としては財政的な問題で、NPO ですとなかなか金融機関からですね借金ができないという、お金を貸してもらえないということがありますので、総務省からもですね財政的基盤をしっかりするということで、この京都ラジオカフェ株式会社というものがサポートカンパニーとして設立され、当時カフェの運営などですねそういうところから事業を開始したということで、NPO とラジオカフェ株式会社というこういう2本立てのですね、運営で始まったという経緯があります。で、左側のカフェの中でですね模擬放送、開局前に模擬放送をしたりとか、
真ん中はカフェ店舗の入り口ですけども、右側は模擬放送をボランティアの、スタッフがしているというようなところで始まりました。で、2002年にはですね、特定非営利活動法人の認証も受け、NPO の通常総会なんかも、開催されました。それで2003年ようやくですね、開局ということになるんですけども、ここで、総務省の方に行きまして、コミュニティ放送の予備免許が、交付されたというのが2003年の1月。そして、2月にはですね、早速試験電波が発信されました。このビルはですね、京都市の下京区の、リサーチパークの屋上に、あるんですけども、まあ、かなり見通しのいい場所に、アンテナは今、立っております。そして2003年の3月31日、1928ビル1階ラジオカフェ店舗から放送を開始ということに、この真ん中の映像は当時の放送初日のですね、3月31日の写真となっております。で、現在はですね、実はこのカフェで当時放送していたんですが、なかなかこうカフェの運営とですね、両立とか手狭なこともありまして、現在はこの三条寺町コミュニティスタジオでスタジオを使い、まあ、事務所兼スタジオということで生放送収録全部ここのスタジオでやっております。で、まあ、こちらのスタジオの開設の時には京都府の地域力再生プロジェクトの助成金をいただいて開設したという経緯もございます。今市民がですね、先ほどから100番組ほどの番組が放送されているということなんですけど、まあ、どんな番組が放送されているのかなということで、皆さんのお手元の資料に番組タイムテーブルですね、封筒の中に、小さい縦長のものが、入っていると思います。そちらのカラー面の方にですね、その100番組の紹介がすべて載っておりますので、ぜひご覧いただきたいと思うんですけども、まあ、3分1500円ということですので、本当に子どもの小遣いでもできるようなラジオ放送の利用料ということになっているんですけど、まあ、こちらの、まあ、画面に映しているのは行列のできる訪問看護ステーションという番組ですが、これは訪問看護ステーションを経営されている看護師の方ですねが、まあ、訪問看護ですね、もっとこう世の中に広めていきたいということで、実際に看護サービスを受けている、まあ、患者さんをですねスタジオにゲストに招いてお話しされるとか、いうような番組になっております。それから隣のは立命館大学国際関係学部の君島ゼミの学生が、まあ、平和のことについて、まあ、君島教授の指導のもとにですね発信するというような番組になっています。京都は大学が非常にたくさん、ありまして、そのお手元の資料の真ん中の右の段あたりが、大学の番組が、まあ、学校のですね、番組が、グループで、表示されていると思うんですけども、たくさんの学生が、スタジオに来て放送しているということが行われております。まあ、その他ジャンルもですねいろいろたくさんありますので、ぜひ番組表もしくはラジオカフェのホームページで、音声も聞けるようになってますので見ていただけたらと思います。で、今ですね大変このスマートフォンというのが世の中普及しておりまして、で、まあ、これも数年のことなんですけども、我々の放送局、まあ、コミュニティ FM というのは出力が 20W ということで、やはりこう室内でですね受信しにくいっていうどうしても問題があるんですね。で、そういう時に今スマートフォンで、まあ、簡単にインターネットラジオが聞けるようになってきているということがありまして、ここ、まあ、2年ほどでですね我々の方もインターネット放送というものを、まあ、かなり重点を置いて広めております。で、現在スマートフォン、アプリラジオカフェというのをですね無料で配布してまして、これは iPhone ですねと Android、どちらの機種でもですね使えるアプリがありますので、
皆さんスマートフォンをお持ちでしたらぜひダウンロードしていただいて、ラジオカフェの生放送、もしくはアーカイブした、録音されたものを過去に遡って聞くということができる番組もありますので、ぜひお試しいただけたらなというふうに思っております。で、右の番組はアプリは丹後ふるさとラジオっていう、まあ、これは、また、番組のためにですね専用に作ったアプリです。これは Android しかないんですけども、こちらの亀岡の番組、そして丹後のふるさとラジオと、まあ、これ両方とも京都府の地域力再生プロジェクトということで、やらせていただいてるんですけども、このようなアプリも作っております。で、まあ、最近ですねどういうことをやってるかということで、まあ、これ紹介なんですけども、子どもラジオ学校というのをですね去年からですね始めてるんですが、今やはり子どもがなかなかラジオっていうものにですね、親しみがないというかですね、今学生でも FM と AM のラジオが別々に放送があるというのをですね知らないとか、ラジオ放送ってどうやって聞くんですかっていうことを大学生に質問されるという時代になっていまして、我々もちょっと危機意識があるんですけど、まあ、そこでやっぱりこのアナログの、まあ、先ほどスマートフォンの話をしましたが、アナログのラジオをですねどうやって、まあ、この若い世代に伝えていこうかなということで、ラジオ受信機をですね、まあ、自作で作ってもらって、で、まあ、それで、まあ、これは鉱石 AM ラジオですので AM 放送しか受からないんですけども、その自分の作ったラジオで、ラジオを聞いてみる、まあ、これ電池もいらないね本当に簡単な鉱石ラジオということでできるんですが、まあそういうものを作って、そして、聞く、またラジオカフェで、自分で放送をする体験をしてもらうということをですね、まあ、子どもさんにちょっと体験してもらうということで、去年の夏からこういう子どもラジオ学校という、まあ、夏休みのちょうど宿題の、まあ、としてでも、ね、ですね、使えるので、結構去年も重宝していただいたんですが、いうことを始めてます。で、まあ、こういうことをすることによってですね、まあ、今後、まあ、ラジオ放送メディア情報発信について子どもたちの理解が深まるということがありますし、まあ、我々としてはやっぱりまだ私なんかは40歳代なのでラジオ世代なんですけども、これから若い世代がですねどうやってラジオにですね愛着を持ってもらうかということで、将来のリスナーラジオの担い手をですね育成していくということは非常に重要なことなんではないかなというふうに思っております。で、もう最後になるんですけども、まあ、このシンポジウムはですね NPO、まあ、に限らずラジオ局をどうやって運営していこうかっていうことが一つのテーマですので、このようなまあ、これまでの業績のちょっと資料なんかも皆さんの資料、手元の資料にまあ入れさせていただきました。まあ、幸いなことにここ4年ぐらいは黒字になってるんですが、これまでまあずっと10年間ですねほぼ赤字の時間が長くてですね、その間にやっぱりこう債務がまあ溜まってるわけですね、赤字ということは、その部分はまだありますので、まあ、これからそういう債務をですね返済していくということも我々の事業の大きな一つの課題ということになっております。で、これがまあ最後事業計画、まあ、これは今年度のですね我々の NPO 法人の放送局としての事業計画ですけど、新たなリスナー会員番組寄付などの開拓、放送の安定性信頼性の確保向上、災害に対応する放送体制づくり、多様な公的主体と連携する事業展開、中長期的な視点での運営づくりというようなことが今年度の我々のテーマというふうになっております。以上簡単でしたが FM79.7 京都三条ラジオカフェのご紹介でした。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。実はですね私も昨年度京都三条ラジオカフェに出させていただいたことがありまして、ここガレリアでの生放送だったんですが、趣味でしているゴスペルサークルアグアスの、紹介をさせていただきました。時岡放送局長 の指示とか、段取りとか、機材のこととかもうお一人でほとんど全てを把握されて、テキパキと動かれるお仕事ぶりを間近で見まして、素晴らしいなというふうに
それが一番印象に残っております。東京国庁どうもありがとうございました。次にプレゼンテーションをしていただきますのは NPO 法人京丹後コミュニティ放送 FM 丹後の、中西進局長代理です。どうぞよろしくお願いいたします。京都府北部の京丹後市にあります FM 丹後から参りました中西と申します。よろしくお願いします。ですね、ちょっとまあパワーポイント的なものが資料が準備できなかったものですいませんが、お手持ちの封筒の中に、FM 丹後の資料としまして3つあるんですが、紙媒体で、遠隔と花子の応援団募集とあとピンク色のタイムテーブルとあるんですが、ちょっとそれを参考にしつつお話しさせていただきたいと思います。ですね、まずその FM 丹後が開局しました経緯なんですけども、平成16年に台風23号が、直撃しまして、大きな被害をもたらしたんですけども、その時に、災害時こうその後の状況情報収集をどうしたらいいのか、そういうところで困ったんです。でこれをどうやって解決しようかっていうところでそのコミュニティ FM の存在を知ったということで、当時地元の電気屋さんを中心にその話が持ち上がって、その後、何人かが集まり推進協議会ができました。メンバーは変動はあったのですけども、それからおよそ、5年後、平成20年の8月に NPO 法人として設立しまして、翌年の6月に開局しました。で私はその NPO 法人になったばかり、そうですね、開局の半年ぐらい前から携わってまして、そこからいろいろその放送局事業としてどういうふうに体制を作るかっていうのに携わりました。で一応役職としましては肩書きは今局長代理となってますが、実際には、大体番組や局のプロデュース、チーフエンジニア、あと番組のディレクター、それからエンジニア、いろんなことを、掛け持ちしながらやってるわけです。でまずそのそれで、今回その放送事業としてどういう運営をするのかというところでの、参考なんですけども、まずはその収入源として、どういうところがあるかといいますと、行政の方の情報を、放送するということで一応業務委託ということで、1日3回、5分程度の、情報発信をしております。タイムテーブルのところで言いますと、朝の丹後モーニングサンドの中、この中にと、13時、それと17時の直前ですが、こちらに京丹後市からのお知らせというこの枠の方で、情報提供するということで業務委託を行っております。であと、別の収入源としましては、地元の企業の方々から、会費ということで、NPO ですので株式ありませんので、会費収入ということになってくると思うんですが、
その企業の皆さんから ご協力いただいて、そのいわゆる花子の応援団という形で、開票いただいております。またその、PR のチラシを入れておりますので、大体こういった振り込みでやっているというのを見ていただければと思います。今現在、150社ぐらいでを集めています。大体主な収入としてはそういった感じです。CM として契約している企業さんもありますが、それは数は知れている状況です。なのでその花子の応援団っていうのは、あくまでこう我々の活動を支援していただくという名目でそれの応援としていただいてますが、せっかくいただいているので、こうお礼ということもできればということで1日1回は、企業さんのキャッチフレーズとお名前を紹介させていただいていると、そういった形でやっております。ですね、はい。大体もう、経営としては実際そんなところでございます。でその開局前にあと、スタッフをどう集めるかということも考えていったわけですが、スタッフは、とにかくその ラジオにやりたい人っていうのを、ひたすら集めました。特にオーディションとかも行わずに公募をしたり、当時の、理事の方々が、こう知り合いを集めてきて、スタッフ集めました。開局前の時点で20名ぐらいだったと思います。で、番組の制作にあたっては、もう各ボランティアスタッフでその内容はお任せしております。その局としてその、放送に、できるに値するかどうかの、判断などをこちらでサポートしたり、あとは、エンジニアの方を、サポートしています。実際にその常勤のスタッフがどれぐらいいるかということなんですが、私とあと局長、局長はその先ほど申しましたターンゴモーニングサンドの、パーソナリティも兼任しております。からあともう一人ディレクターおよび、ディレクターとしてボランティアスタッフのサポートをしております。小野とジムで計4人です。であとはもうその番組に携わっていただくボランティアスタッフが現在およそ30名ほどおります。ので、その、ボランティアスタッフに各それぞれ番組作っていただいてますので、実際そのディレクターとしての業務としては述べにして番組を私の方でも、10番組ぐらい担当している状況です。これは今後番組増えるとやはり大変な状況になってくるので、できればやはりそのこうパーソナリティの方が自分でエンジニアをしたりとか、そういうふうにやっていけるようにできればと思っております。でその開局時番組をどういうふうにどういう番組を作ろうかっていうことを考えていったわけですが、私がその FM タウン号に入って最初の仕事ではあったんですが、通信局に申請をする場合
まあ、仮の形ではなると思いますが、その週刊の番組表を作らないといけないので、まあ、それをあの任されつつどういう番組構成にしようかということを考えました。それで、まあとにかくその最初はまずは聞いてもらわないといけないので、あのとにかく聞いて面白いと思える番組を作ろうと。でまあそれはボランティアスタッフがに、まあ、あのにアイデアはまあ任せつつ、それをどう面白くやるかということは相談乗りながらやっていったわけですが、まずはもう最初はそこからのスタートでした。でそれをやりつつ、じゃあコミュニティ放送って一体何をやったらいいのかっていうのを、まあ開局してからおいおい考えていきつつ、試行錯誤しつつやってきたのですが、あのまあこうやっていくうちに一つ分かってきたのが、そのコミュニティ放送のコミュニティってまあどういう意味をなすのかっていうことをまあ考え出したんですが、あの、まあ、ボランティアスタッフがこう集まるっていうことは、これまでその出会うことのなかった人が集まることがあった。これで一つまあコミュニティができてきたと。でその中さらに、多分まあこう番組を作っていくとゲストの方があの参加されると思うんですが、それはまあ知り合いの方もいますけども、この番組を通じて初めて知り合いになる方もいます。そうやってまあ人と人がこうつながる機会ができていくと。で、あのこれは放送をやるっていうのは、一つはまあ地元の情報発信していくこともあると思うんですが、あのこういう人と人とのコミュニティがどんどん作っていく場のツールっていう見方もあるんじゃないかということを考えたんです。でその後、まあ、それを思って今あのボランティアスタッフにあのこうお願いしているのは、あの極力そのゲストを呼べるような番組作りを目指してほしいと。でそうやって、それはまあ話を聞く中で自分たちも勉強にもなりますし、そうやって人の輪が広がっていくと。で、そうすることで、まあもちろんそうすることでこの FM 単語の存在価値もだんだん知られてくるようになると。だからもそういうことをつないでいくことで、まあ、人の出入りをどんどん増やしていく。だ最終的にはやっぱこうそのこの FM 単語という放送局というのは、あの自ら情報を取材して、まあ、情報を出していくっていうだけでなく、やはり地元の人それぞれ情報を持っている方いらっしゃると思うので、そういう人を巻き込んで情報を出していく、そういう、まあ、インターネットで言いますとその YouTube とかもそうだと思うんですけども、そういうそれぞれ持っている自分の人が持っている情報を出して、あの外へ出していく場じゃないかというふうに、まあ、考えるようになったんです。これは後々その 防災のために立ち上げようということになあの立ち上げたんですけども、それはその実際災害時になっても FM 単語という存在を知らないとやっぱり情報が共有できない、日頃そういう、まあ、地元との付き合いがある中で、あの初めて災害時にも役に立つんじゃないかということを、まあ、考えるようになったんです。で、まあ、それを踏まえて今後の課題なんですけども、その、まあ、特にその防災っていう部分で考えるには、まあ、今必要だなと思ったのが、その多言語の放送をした方がいいんじゃないか、こう自分が、まあ、子供頃いた頃はそうでもなかったんですが、今やはり外国人の労働者が300人ぐらいいるんです。中国人、フィリピン、ベトナムなど中心なんですが、
だからそういった言語でもやはり災害時は放送が必要になってくるんじゃないかと思いましたので、今そういった現地にいる外国人の方々に番組を作っていただこうということを働きかけをしています。それと、まあ、やはりまだその地域との密着度が薄いかなというのがありまして、と言いますのは地元でその地域の活動を盛り上げようと活動している方々は、まあ、各団体がいろいろありまして、やはりそういうところに常に FM 単語というものが密着をしているっていう状況を、まあ、作っていかないと、そことかけ離れているようではちょっとまあなんか おかしいのかなということもありまして、そういうところにもこう何らかの手を差し伸べて、またその FM 単語はそういうツールであるということをまあ、知ってもらい利用していただくということができたらなと思っております。簡単ではありますが、以上で FM 単語の説明を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。 FM 単語の、中西進局長代理が、お話ししてくださいました。私事ではありますが、4歳から7歳までの、3年間丹後の阿美野町に住んでいました。なので、とてもお話身近に感じました。丹後半島にはたくさんの私の、幼少時代の思い出があります。友人が、今でも、年賀状のやり取りをするものがたくさん丹後半島にはいますので、お話を聞きながら、また久しぶりに丹後半島一周ドライブしたいな、ラジオを聞きながらドライブしたいなっていうふうに思いました。ありがとうございました。次にプレゼンテーションいただきますのは NPO 法人 FM 和歌山バナナ FM の山口、秋政理事長です。よろしくお願いいたします。はじめまして、 FM 和歌山の山口です。和歌山から今日は来させてもらいました。平成20年の4月1日に FM 和歌山 NPO で立ち上げました。それで今日はちょっとはしょっていきますけども、なぜ FM 和歌山が作ったか、それから、途中どういうふうな経過して放送に至ったかということとか、今現在番組やってるのをちょっと紹介させてもらいます。お手持ちの資料にこの FM 和歌山で書いたこの資料があるかと思うんですが、これに沿ってやらせてもらいます。それでですね、FM 和歌山のまず基本としまして、全国放送とか近畿エリア、例えば FM 大阪とか、近畿エリアでやってるテレビ朝日放送、毎日放送、そういう放送局とか県域放送、こちらで言うたら KBS 京都さんとかアルファステーションさんとか、そういうふうなものとは全く違う、我々は地域のコミュニティ放送というのを目指して、身近な市民、隣のお姉ちゃんが隣のお兄ちゃんが放送しているという、そういう早くて安くてうまいというのをキャッチフレーズに今放送をやっています。で、1日1回必ず笑える番組が、いろんなコマーシャルとかお知らせとか、その辺は全部笑えるようにやっていってます。そういうのを目指して今やってます。で、なぜ和歌山に FM 放送、
コミュニティ FM をやろうと思ったかって言いますと、和歌山っていうと地理がですね、全くそのメディア新聞は育たない、放送局はない、いろんなものでないないばっかりなんで、和歌山が過疎化って言われてるとこなんです。あの地元に AM ラジオが昭和35年に開局したのと、私あの FM、テレビ和歌山っていうこちらでいう KBS 京都のテレビの方、そこの放送技術からあのこういうことを始めたんですけども、そういう権益が2つしかない、 AM ラジオとテレビしかないっていう、そういう環境の中でコミュニティ FM が県庁所在地でありながらないっていうことで、お前がやれっていうことを、まあみんなから言われて始めたんですけども、でまあたまたま僕のテレビ和歌山を辞めてから職業っていうのが、あの視覚障害者、あの目のご不自由な方の音声案内装置、例えばあの案内各こういうこの施設のようなところで入ってきましたらピンポーンってなりまして、ここに展示案内板があります。そして盤面、展示のある盤面を触りますと、トイレですとか事務所ですとか図書室で、子ども図書室ですとか、そこへ行くにはどんなしてどんなしてどんなして行きなさいっていう音声の案内装置を作るメーカーをしています。この京都市内で近くではあのそういう案内装置はないんですけども、あのあそこ山科の駅にあの天使の楽譜を触ると季節の音楽が出てくるのを皆さんご存知でしょうか。音の広場っていうのがあるんですけど、その後ろ側にボタンを押すと、あの各その施設に行く道順とかそういう音声で出る案内装置、そういうのをずっと今も続けてやってます。南海電車全駅、それから東京都内の JR 東日本のエスカレーター、このエスカレーターを行くと東京方面ですっていう案内が出てくるやつを全部僕が手がけて全部作っております。そういうメーカーをやりながら、そこにスタジオとか全て持ってましたので、そのスタジオを利用して今FM 放送を始めてます。ということでこの2ページは終わりです。こういう理由で僕は FM 放送を今から6年前に立ち上げました。で、開局までの日程とその内容なんですけども、これずらずらっと時系列で書いてるんですけども、これまた見といてください。こういう流れで放送局っていうのを立ち上がっていきます。で4月1日に、20年の4月1日に24時間放送っていうのを始めました。でその放送局の特徴と現状っていうことで、パーソナリティ今現在全員が和歌山市民です。それ以外の人はうちは雇っておりません。現在56人おります。全員にギャラ発生して、全員に1時間いくらっていうこと、あもう言いますと1時間1000円で来てもらってます。非常に安い値段なんですけども、こちらから払って来てもらってます。で必ずこちらの意図に合った番組をしてくださいっていうふうにこちらから言ってます。その意図っていうのはその人のスキル、この人はものすごくクラシックが好きやっていうことで、クラシックの番組ばっかりをやってます。それからジャズ、歌謡曲、それから、フォークソングとかアメリカンポップスとか、まあ、そういうのずっとやってるんですけど、絶対してはいけないっていうのは演歌と、それから演歌と、ヘビメタ、その辺はやらないっていう方針で、やっても構わないんですけども、やらないという方向でやってます。なぜそんなにするかっていうと、よその FM 局とかよその、AM 放送とは住み分けするためにやってます。で必ず自分のスキルを出してください。自分は看護婦さんやから、その病気に関するようなことばっかりを話すというふうなことをしてます。病院の先生、例えばあの自殺予防っていうことで、和歌山っていうのは自殺が非常に多いんでワースト3だったんですけども、自殺をする人のその、まあ、俗に言ううつ病っていうことになった時にどういうふうな対処したらええんやと、今まで自分の家族あるいは友達で今まで阪神タイガースものすごく好きだって、毎日のようにテレビの前でメガホン叩いたり球場行ってた、その人がもうピタッと亡くなった、そういう人はあなたの周りにいませんかっていうことから、問いかけから始まってやっていってます。でそれで自殺予防が和歌山県、少なくとも和歌山市の自殺予防の人数が非常に減ってきたんで、あのそれについては僕らは良かったかなっていうふうに思ってます。それから子ども虐待オレンジリボンなんですけども、今
この間もなんかベビーシッターに預けて何かあったということも聞いてます。ああいうその子ども虐待に関することもあなたのそばにガリガリに痩せた子どもいませんかとか、そういうふうなことを何曜日の何時からするんではなく、各その1日の24時間の中へ散りばめてます。10分程度の番組でどっかへ行けば誰かがかけたら鳴ってるよっていうふうなことをやって、とにかく市民に訴えかけてます。こういう人がいませんかと、こういう人がおったらここへ連絡してくださいっていう番組を、和歌山県立医科大学と和歌山日赤医療センター精神医学の先生と、それから子ども小児科の先生、その辺の先生、それから命の電話、自殺症という人は夜と昼がひっくり返ってるって聞くので、夜中の1時2時にあなたは今日は上司に叱られませんでしたか、叱られたらこういうふうな考え方でもう一回会社へ行ってみてくださいというふうなものを夜中のもう最終の時間帯に流してます。そういうふうにして自殺予防をやっております。それで順番にいきますと、放送4ページの3番ですけども、標準語は喋らなくてもいいと、滑舌さえきちっとやってればそれでやる、ただし1年以上は必ず続けるだけのネタは持っておいてくださいねということでやってます。採用試験も必ずやってます。その採用試験どういうふうにするかっていうと、普通の試験じゃないです。あくまでも京都の例えば地名、ややこしいのなんかあるかな、例えばポント町ってこれ読めますかとかですね、その和歌山市内にもそういう当て字がかなりありますんで、地名にそういうのを読めるかどうか、それから、最低限サンデー、マンデー、チューズデー、曜日をカタカナでもええから書いてくれ、それから1月から12月までの英語でジャンヌアリー、フェブラリー、マーチ、エイプリルが言えるかどうか、書けるかどうか、それぐらいの基礎的なもの、2分の1たす3分の1はいくつですか、そのぐらいのことは一応試験やります。書けない人もいてるんで、そういう人がもし何かメールでも来られたら何を言うてるかわからんじゃ困るんで、そういうふうなことをやってます。あとあるかな、 CM、 9番のコマーシャル、コマーシャルはできるだけ面白くってやってるんですけども、まあ後で聞いてもらいましょうかね、時間あれば聞いてもらいます。うちのコマーシャル、先ほどコマーシャル撮るの難しいっていうふうにおっしゃってましたけど、うちの場合はコマーシャルを出すと、例えばラーメン屋さんのコマーシャル出すと、また別のラーメン屋さんがうちも案内してくれと、あいつに追い越されたら困るんやっていうことで、うちはコマーシャルの営業の人間ってもちろん一人専従でおるんですけども、あんまり力入れてやってません。フォローするのが大変です。向こうから言うてきてくれるので、うちのこういうコマーシャルやってくれ、こういうのやってくれ、あそこみたいなやつをやってくれへんかっていうのがもうボツ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 出てきてますんで、それで今放送してやってます。必ずするときはコマーシャルソングを作って、そして面白くまあニタッと笑えるようなコマーシャルを目指して作ってます。今現在600社、年間で600社ぐらいのお付き合いで、月にしたら300社ぐらいが入れ替わり入れ替わり入れ替わり、3ヶ月で終わり、1週間で終わりというところもあります。回転だけをやるとかですね、そういうふうなところもあるし、かなり入れ替わり入れ替わりやってます。で、年間の売り上げがだいたい5000万ぐらいです、今の売り上げは。ただし和歌山市からは1円ももらってませんので、それで運営してます。それから、一番僕ら力入れてるのが東南海、南海地震が来るっていう脅かされてますので、ずっと国の方から、それと台風銀座というぐらいで台風がものすごい多い県ですので、今目の前に配ったラジオなんですけども、こういうふうなことでやってます。この間京都でもかなり雨が降って、しかも特別警報っていうのが出るか出ないかの時だったと思うんですけども、去年の7月か8月、あの時に僕らはもう特別警報を出せるようにもう全部組んでましたので、もし和歌山に特別警報が出たらこんなのが出ます。今目の前にあるラジオの電源が自動的に入ります。
皆さんのお家の周りに多分防災無線のスピーカー電柱にあるかと思うんですけども、それが和歌山市の場合はもちろんあるんですけども、台風とか大雨とかものすごく気象条件が悪い時っていうのは雨戸を閉めまくってますので、ほとんど聞こえないっていうのが現状なので、これを各家庭にうちで販売しておいてます。和歌山市からは1000もこれ補助金出てませんので、こちらで全部システムを構築して、このラジオもうちで作って皆さんに8000円で売ってます。それにプラス消費税っていう形で市民に今手配りで一軒一軒全部回って、これで聞こえますか、聞こえなかったらもう売らずにもうダメですということで、聞こえる家にだけこれを置いて帰ってきてます。そういうことを今ずっと活動しております。で、次のページで、6ページなんですけども、PR ポイントということで、うちはまずとにかく番組を聞いてもらわないとダメなんで、市民参加っていうのをまず心得てます。パーソナリティは56人はおるんですけども、市民参加をどうするねんということで、和歌山市内に7箇所の、コンサートホールがありますので、そこから小中高大学と吹奏楽部とか弦楽部とか合唱部とか、そういうふうなところの、ものは全部録音して、しかもマルチって言って別々に全部歌と楽器とそれから場内アナウンスとか全部バラバラで録音したものをうちで帰ってもう一回声音し直して放送やってます。それから和歌山にプロのバスケットボールチームが去年できましたので、和歌山トライアンズというのができましたので、全国のサイマル放送、インターネットラジオを通じて全国の皆さんに、バスケットの趣味の方に、生中継で放送しております。で、僕今日は初めて亀岡に来させてもらったんですけども、やっぱり亀岡といえば明智光秀っていうポスターがかなりあちこちに明智光秀、明智光秀ってあるんですけども、ちょっと言いにくいですね。それが和歌山には徳川のお城がありまして、そこには八代将軍吉宗とかそういうのがいっぱいありますんで、それの祭りっていうのが右側の写真なんですけども、時代祭り、こちらでもなんか時代祭りのようなポスター貼られてましたけども、今年も5月の11日に練り歩き参勤交代に見せた、そういう祭りがありますので、それの効果音をもろに取りまして解説をしていく。現場にはラジオを持って来てください。詳しい内容、これは忍者の格好でこういうことでお城に入っていった忍者の人だという、そういう解説を全部やりながら、こちらの会場にぜひ皆さん市民の方は来てくださいという呼びかけをやる番組を、時代祭りの祭りの番組をやってます。それからサテライトスタジオ、ロイネットホテルというホテル100メーター高さあるんですけども、そこに送信アンテナが立ってます。そのホテルの2階にサテライトスタジオがありますね。そこに35人から40人収容できますので、今日の来てくれてるこのお客さんぐらいかな、その人らのとこで生演奏、火曜日の8時から和歌山市内のミュージシャン、自称ミュージシャンです、下手な人もいればごつうまい人もこれプロとちゃうかというような人もいてます。アコースティックを中心ですけども、すべて生番組で1時間番組そこで放送しています。それからバナナバンドっていうのをオフィシャルバンド、うちの和歌山のバンドとして作りましたんで、彼らが和歌山の音楽 FM 局っていうことであちこちで演奏して回ってくれてます。それからカウントダウンとか非常にみんなが集まるところには必ず出向いてますので、下から2番目ですけども、映像であるかと思うんですけども、中継車っていうのを臨時にいつも K4 の中に作りまして、それで市内を走っております。右下のラジオは今目の前にあるやつがそうです。開局までの次の6ページなんですけども、開局までの経営状況なんですけども、全て借り入れでやりました。3500万ぐらいでできました。ただしNPO ですので資本金がありませんので、開局した4月1日からの給料、うちの社員が今8人お7人やったかな8人おったんと、それからパーソナリティが54、5人おりますので、そのまず給料が払えないというところから始まったんですけども、全部僕の自腹でやっていきました。そんなぐらいで今3年目から黒字に転換してます。ただし累積赤字は持ったままです。かなりあります。それからそんなもんかな、コマーシャル料は20秒で1000円でいう形で
それ生放送の中は1000円、それ以外は500円というやり方でやっております。もうちょっと時間ですので、もう3時になってしまった、ごめんなさい、はい、もっともっとお伝えしたいことあるかと思うんですが、もしよかったらディスカッションの方でコマーシャルとか面白いし、コマーシャルってどんなんやねんって言うてくれたら、僕ちょっと調子に乗って流しますんで聞いてください。そんなんでよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。大変興味深く聞かせていただきました。幼児虐待等であるとか、自殺防止への取り組み、ラジオだからできること、たくさんあるんだなというふうに感じました。その他きめ細やかな番組作りをされているのがよく分かりました。周波数にちなみましたバナナ FM というネーミングも、一度聞いたら忘れられませんよね。NPO 法人 FM 和歌山バナナ FM の、山口明正理事長のお話でした。どうもありがとうございました。次にプレゼンテーションしていただきますのは、第4次亀岡市総合計画夢ビジョンシンボルプロジェクトにぎわい創出プロジェクトの高橋博樹リーダーです。どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、我々の取り組みを紹介したいと思うんですが、山口さんの話が非常に面白かったのでずっと聞いておいてもいいかなと思うんですが、それに負けないように、プレゼンしていきたいと思います。よろしくお願いします。我々はですね、最初冒頭にも、ご紹介させていただいたように、3年前にですね、このにぎわい創出プロジェクトチームというのを、亀岡市さんの、段取りでですね、チームを結成して、その中でこのコミュニティ FM を立ち上げてはどうかというようなお話に進んでいったというようなことなんです。これかでですね、コミュニティ FM 先ほどから何度も出てきてますのように、地域の密着して市民が参加してというようなことなんですけど、我々の第一義的な目的は地域の情報をですね、受発信することで地域を盛り上げたいということなんですが、当然副産物という言い方が正しいかわからないですが、防災にも使えたりとかですね、あるいは災害時の情報発信にどんどん使えていけるなというようなことで、一石二鳥三鳥になるんじゃないかというようなことです考えております。ぜひ立ち上げていきたいなというようなお話になっていきました。これどれです、進むんですかね。エンターですか。で、さらにですね、そういうお話が進むと、こういうお話もできまして、実は京都府内に今現在6局、こういうコミュニティ FM があると。で、先ほどの丹後さんもですね、そうですが、南部の方にも宇治とかですね、伏見の方にもあると。で、このちょうど真ん中のエリア、京都府のこの京都丹波エリアですね、にだけこの FM 局がないので、ぜひそこにも作ると縦つながりができるよねという話になってきておりました。で、開局するにあたって、いろんな問題があるけども、それをクリアしながら進めたいよねと。で、まずはFM 局といっても我々何のノウハウもないので、番組を作るというところから、スタートしましょうかと。番組を作るノウハウを学ぼうということで、時岡さんの方の三条ラジオカフェさんに出向いてですね、ぜひこう一緒に協力していただけませんかということで、その立ち上げのノウハウとか番組作りのことを聞きながら今進めている状況です。で、同時にですね、亀岡市内に京都学園大学さんという素晴らしい大学がありましてですね、そこにすごい放送局があるということを聞きつけまして、テレビ局もラジオ放送局もありまして、非常にいいブースがあるということで協力を依頼して、一緒に取り組みをさせていただくことになりました。で、平成24年11月、ちょうど1年半ぐらい前ですかね、にこのにぎわいラジオ亀岡未来人ということで月2回番組を作ってですね、その三条ラジオカフェさんの電波を通じて放送させていただくという番組が前年度10回で、今年度
12ヶ月で24回、合わせて34回の番組を先日撮り終えたところです。で、まあ、いろんな、まあ、学生も出ていただいたり、地域の、活躍している NPO の代表者であったりとかですね、あの福祉関係者であったりとか、に登場していただいて、まあ、15分の番組で人物を紹介していくと。これ神岡未来人という名前ですが、あのこれ聞かれたことある人、ありがとうございます、もっと聞いてほしいです亀岡の未来を考える人々という意味で亀岡未来人、人に、スポットを当てた番組を作ろうということで、亀岡の偉大な歴史的人物に対比してですね、未来を考える人物を取り上げようという番組というコンセプトです。でさらにですね、今年度は、三条ラジオカフェさんのそれも協力を得ながら生放送の番組も作ろうと。先ほどの番組はあの収録でやっていく番組でしたけども、今年はあの6番組生放送も体験しようということで、我々チームのメンバーのいずれかがこういうパーソナリティをしながら6回の番組を作らせていただきました。で最初の1回目がですね、10月6日にキックオフイベントというのをさせていただいて、その時にですかね、スタッフも募集していこうじゃないかということで、新しい開局に向けた、ね、スタッフを募集していくと、まんまとそこに引っかかった方も今日来られていますありがとうございます先ほどのね、司会の、はい、というようなことで、番組作りを、これがずっと生放送させていただいた、この左側のやつがですね、第2回の放送の亀岡祭りの当日の写真ですが、こうやって僕がパーソナリティしながら資料館の黒川館長さんにお話を聞きながら、雨の中、土砂降りの中でしたね、これ生放送させていただくという番組を、これは非常に面白かったです。で右側が、サッカーですね、西京極競技場で、パープルサンガの試合をの前にですね、ちょっと生放送、生中継をさせてもらって、パープルさんがにちなんだクイズとかをさせていただくような番組をしました。で下は、京都丹波地域交流フェスティバルという、このガレリア亀岡で行われたあの大きなフェスティバルの当日、飛び込みで、いろんなブースを回りながら、どんな取り組みしてるんですかという取材形式で、番組を構成したというようなことです。非常にいい、我々にとっては経験を積めたなと思っております。こういうような放送がまだ聞かれてない方はですね、今もインターネットで聞くことができます。上側がその全34回やりました亀岡未来人という番組、下側がその生放送の開局準備編という番組の URL になってますので、ぜひ見ていただいたらと思います。あと次年度以降、先ほど見ましたが準備会を立ち上げたいと思います。そこにスタッフを募集しておりますので、ぜひご参加いただけたらと思います。まだどんな運営方法をするかとかですね、どんな局にするか名前も決まっておりませんので、でも先ほど の, あのバナナとかにですね、そうい う, こうキャッチーな名前がいいなと、先ほど山口さんの名前を山口さんお話を聞きながら思っておりました。そういう、まあ、一から番組を一緒に、番組と言いますか、局を一緒に作っていただける、スタッフを、募集していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。以上です、ありがとうございました。ありがとうございました。私も、本日司会をしておりますが、微力ながら、スタッフの一員としてこれから頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それぞれのコミュニティ FM 局ごとに、たくさんの、特色のある取り組みをされているなというふうに感じました。それぞれありがとうございました。まだまだお話聞かせていただきたいところではありますが、ここで少し休憩を挟みまして、第2部のパネルディスカッションに移りたいと思います。